はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時を回りました。まったりとした午後でございますね。ただね、今日ね、4時半になったら出かけなあかんのでですね、どう言いましょうか。あんまりまったりできない、昼寝でしたいなと思うんですけどね。まあ今日10時まで寝てましたからね、家でね。あんまり眠たくもならないし、ふっと思ったらですね、明日休みなんですね。とすると僕の連載原稿は1日早上げなあかんのかなと思いながら、書こうと今書いてるんですけどね。原稿を書いてますと私集中する人間なんで、ね、他のこと忘れるんですよね。そうすると、あかん、次の動画上げなと思いながら途中でやめるんですけどね。まあ原稿を書くの嫌いではないんでね、書きますよ。また一つ二つ書かなあかん話があってですね、書かなあかんやんと思いながら待ってやってますけども。さて、今日もまた派手にですね、北のジョンウン君がですね、花火を打ち上げてますね。中央日報、今日の12時1分と言いますから、今から2時間前に出た記事でございまして、北朝鮮、東と西の海上に撃ちまくる、最少10発以上の多様なミサイルと。あのね、まあ撃ってるみたいなんですけど、海に向かってね、ミサイル撃ってね、何やってんのって言ってね。海に標的を浮かべてね、それに当たるか当たらへんかとかってやってるんやったらね、まあ訓練でしょうけどね。海に向かってボンボコミサイル撃ってね、何がしたいのかよくわかりませんね。で、しかもこう、日本を越えてね、日本の領土を越えて撃ったんであればですね、うら、日本って言って、日本を脅してるようになるんですけど、この前やりましたね、久しぶりに。でも、そうではなくって、近くにただ撃ってるだけだったら、何無駄遣いしてんちゃうんと、僕は思うんですけど、何なんでしょうね、ほんまに。ちょっと読みましょうか。北朝鮮が2日、南北分断後初めて、東海、日本名、日本海の北方境界線 NLL 以南の韓国領海近くに弾道ミサイル挑発を敢行し、この日だけで10発以上の各種ミサイルを発射した。北朝鮮が海岸砲と放射砲を NLL の南に撃ったことはあるが、弾道ミサイルは分断後初めてだ。韓国合同参謀本部によると、北朝鮮はこの日8時51分に、カンウォドウォンサン、一帯から東海上に、短距離ミサイル SRBM 3発を発射し、このうち1発が東海の NLL 南側の公海上に落下した。別に領海には入ってないわけですね。発射時間と場所はもはや対応に分布したと合同参謀本部は伝えた。北朝鮮は6月5日に SRBM 8発を発射している。この日の10発以上の発射は今年初めてだ。多様なミサイルを混ぜて撃てば迎撃は容易ではない、手を狙ったものと分断される。別にそのね、自分たちの領土に飛んできていない限り韓国軍は迎撃しないでしょ、きっと。だからね、何やってるのかようわからんわけなんですよ。で、ミサイルもね、そう、ただちゃいますからね。多分一発何百万円、日本円にしたら何百万円という金がかかってるはずなんですよ。下手したら1000万円くるかもわかりません。それを結局バンバン撃って、何をしたいのか何を言いたいのかってようわかりません。ただ最近ね、アメリカ軍と韓国軍の合同訓練、空軍や海軍の分野で、たくさん行われているという報道があります。5年ぶりとかね、そんなありますね。つまりムン・ジェイン政権の時にはですね、そういう北がこう好ましく思わないような訓練はなるべく避けていたし、報道もしなかったんですけども、ユン・ソンニョル政権になってからはそれもちゃんと、報道をするようになりました。それに神経をピリピリピリとさせているのかもしれません。で、まあ、一番考えられるのはですね、最近
またアメリカがですね、斬首作戦ですね、三男ブーのジョン君をプッチンしようという作戦の情報をですね、リークをし始めたことですね。俺らいつでも行くぞ、お前の首みたいな、そんな感じですね。それに対してジョン君が焦りまくって切れまくって、撃て撃てって言うてるんちゃうんかなというような見方もできますね。で最近、ノースコリア情報は少ないんですけども、その少ない情報を読んでいるとですね、今年もどうやら秋の収穫期が過ぎたんですけども、十分な量のですね、穀物食料が取れなかったという感じでございます。でもコロナもですね、丸3年近くになりまして、中朝国境はほぼ閉鎖状態になっています。中国からの援助物資は来ないわけでして、かなりですね、悲惨な状況になっているというふうに伝えられています。で、三男ブー君をめぐるですね、政治情勢もですね、特に三男ブー君側にですね、有利には展開していないですね。どっちかというとどんどん苦しくなっているという状況ではないでしょうかね。まあ、それにですね、三男ブー君が焦りに焦っているということではないかなと。最近一月くらい前ですか、またお姿が出てきましてですね、一回痩せていたのがですね、140キロの巨漢に戻ったということです。もう彼も30代半ばを過ぎていますからですね、体型ではですね、60まで切ることはできないんですね。50でもどうでしょうか。で、必ずですね、あれがやってきます。成人病があって、もういくつか発症しているという話がありますけどね。だからなぜ彼を太らせたかというと、ストレスらしいですね。ストレスというのは、まあ、国の運営がうまくいかない、人民を満足に食べさせられない、でアメリカとの話し合いもうまくいかないということですね。で、対中関係もですね、うまくいっているようには見えませんね。共産党大会が終わったらですね、核実験をやるんちゃうかというふうに言われていましたけども、未だにそれはしていないわけですね。N の実験に関しては中国もロシアも支持していないんです。で、対北朝鮮の制裁に反対しなかったんですね、中国もロシアも。つまり、お前核だけはやめとけというのがですね、中国とロシアのスタンスでございまして、でそこには北のブー君、三男ブー君、強く反発しているというふうに思われます。ただ強く反発してもですね、どう言いましょうね、全く無視はできないわけですね。プーチンの70歳の誕生日への祝電も売ってますからね、三男ブー君は。ですんで、まあ、彼の立場としては非常に微妙で、彼の目標、当面の目標は国連制裁の解除なんです。国連制裁のおかげでですね、この国民はかなり干上がってるわけですね。で、それを解除してですね、元のようにですね、援助をじゃかじゃかもらいたいんですけども、そのためにはですね、三男ブー君は何よりもアメリカがですね、譲歩をしなければいけないというふうに考えているんですよ、アメリカがね。でもアメリカはですね、譲歩する気配は一切ないわけだって。何度も言いますけど、日本にとって北朝鮮ってものすごく大きな問題ですね。人もさらわれてますし、まだ多分何十人という方がですね、日本に帰りたいと思いながら帰れない状況にいらっしゃる。もしかしたらその数はもっと多いかもしれません。で、非常に大きな問題なんですけど、アメリカにとって北朝鮮ってのは何でもない、どうでもいい、どっちかというとどうでもいい問題なんですね。ただ1950年から53年朝鮮戦争という戦争に参加した行きがかり上の問題があるだけなんですよ、行きがかり上の。で、彼らは基本的にですね、お隣さんから軍隊引き上げたいんですよ。なぜかというと面倒くさいこと多すぎるから。何かと面倒くさい連中でしょ、あの人たちって。で、面倒くさいこと多すぎるんで引き上げたいんですね。でもまあまあ、それ引き上げるとね、いろいろバランスオブパワーが崩れますんで、引き上げられないという情勢なんですね。だから、そのことをですね、そういうアメリカのですね、朝鮮半島に対する基本的スタンスを北は理解していないですね。だから花火を打ち上げれば打ち上げるほど注目されると思っているところがあるんではないかなと思うんですよね。
アメリカはできることならですね、もう朝鮮半島コミットしたくないと思いますよ。何のメリットもないですからね。何か支援があるかってそれもないし。で、お隣さんは確かに先進国の一角に入ってきましたけども、まあそんなにパワフルではないですし、扱いにくい連中なわけでして、雨の草という感じがあるんではないかなと。だからできることならコミットしたくないと。で、彼らにとって日本というのは非常に組みしやすい相手ですね、アメリカにとってね。金も払ってくれますしね、で言うこともよく聞くし、まあ一回ひろみに会いましたけどね、日本と戦争をして、まあでも結局それにも打ち出しましたから、日本のは組みしやすい、言うこともよく聞く、逆らわない国で、日本とはコミットメントしておいて、東アジアの協定は日本でええやんというのがアメリカの本音ではないかなと思いますね。はい、ということでこれ、特に貼りませんので探してくださいね、中央日報。まあ、いろんなメディアにこの記事載って、います。北朝鮮東と西の海上に撃ちまくる、最少10発以上の多様なミサイルという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。